一枚のベトナム戦争の写真が僕の脳裏に焼き付いて離れない。撮影、沢田教一。沢田は本当に自分の才能に自信を持っていた。彼は自分の芸術がどんなに優れているかということを自分自身知っていた。彼は写真を撮った人々に深い敬意を払っていて、それが彼の写真に現れているんだと思う。地上砲火の中、必死に逃れようとしている二組の家族を撮った。そしてその中の一枚が沢田の人生を変えた。それは戦争が地獄だという古典的な事実を的確に表している。あのような写真を撮れる人たちは戦争が本当に地獄であるということを理解し、そして人間そのものに同情できる人だ。沢田はそういった人たちの一人だった。プロフェッショナルだった。沢田の写真は常に物語を伝えている。特に人間に対する物語だ。彼らが撃たれた時、私はあまりに近くにいすぎてワイドレンズでもシャッターを切れなかった。私の耳は M16 自動小銃と機関銃とで破裂しそうだった。でも私はもう一度トライしてみる。もっと違う写真が撮れるかもしれないから。